モナコのメインストレートから1コーナーへと向かうところです。長いことレイアウトに変化のないモナコなんですけど、今年はほんのちょっとなんですけど、変更点があるみたいなんで、サクッと見に行ってみましょうか。サントデボートからの上り坂を上りきって、これからカジノへと向かう有名な左高速コーナーですよね。なんですけど、今年はなんとこの有名なブティック街の上が今ずっと工事中なんですよ。で、その工事を隠す、役割もあって、こんな風にこの辺り、19世紀の終わりからの移り変わりを写真で紹介してるんですね。1931年、これはカジノを回りきるところのモナコグランプリの様子ですね。かっこいい。2018年にはこういう風になるんだそうです。なるほど、オーストリアナンバーのクラシックカーですね。お、マックス・フェルスタッペンがコース下見中です。自動車を縫って下見しなきゃいけないので大変ですよね。タバコを立ち上がってプールに侵入する、このプールコーナーの一つ目、ここがどうもちょっとレイアウトが変わったみたいなんですよね。全体的に海側にちょっと寄ったみたいで、去年まではここに何て言うんですか、肩みたいなところがあって、もうほとんどドライバーが、車がここかすめるときにドライバーのヘルメットをポンポンと叩けるぐらい近寄れたんですけど、今年はちょっと無理かもしれないですね。お、ロータスのチーフエンジニアがジョリオ・パーマーと一緒に歩いてます。こんにちは。ここのプールの侵入のレイアウトが変わったって聞いたんですけど、そうなんですか？ここ2.5メートル海側に寄ったんですか？ここがそうじゃなくて外側も、外側も全体的に寄ってるってことなんですか？そうするとどうなんですか、ね、影響的にはよりタイトになってる。そうですね、ちょっとね、だから車幅、車幅じゃない道幅、うん、なんか狭まってると思うんですけど、タバコからこうプールにかけて、はい。そうですか。今日はもう一人のドライバーはどうしたんですか？もう一人のドライバー後ろにいますよ。でもモナコのトラックワークは狭いから、あ、そこら辺はもう僕レースエンジニアじゃないから、レースエンジニアの人たちに任せようかな。なるほど。テストドライバーの面倒、テストドライバーの面倒を見なきゃいけないんですね。見なくてもいいんですよ、僕はやりたいようにやっていいんですけど、やっぱり僕が例えばね、今のレースエンジニアの立場だったら、去年までレースエンジニアやってた人がなんつうのガチャガチャガチャって入ってきたら、うん、やりにくいでしょ。だからそこら辺は今回もジョリオンが、木曜日の最初のセッション、あ、乗らない、やっぱりモナコ、モナコだから、うん、トラックタイムがねすごい重要だから。なるほど。
あ、二つ目も変わったんですか、ね、ここのもっとまっすぐにイン側がよりタイトになってるんですか。じゃあまっすぐに行けるようにカーブしたっつって。ああ、じゃあスピードは上がってるんですね。じゃあ今週末もよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。どうしてモディフィカションのトラジェ。もう一度やるよ。もう一度やるよ。ああ、もう。俺はもう、こんなに走るよ。OK、merci。いかがでしたでしょうか。こんな風にコース脇を歩きながら動画を撮影して、いろんな人に出会えるのも市街地サーキットのモナコグランプリならではですよね。今日初日木曜日は昨日までと打って変わって、すっかり曇り空になって今にも雨が降りそうなんですけども、まあ、今週末ひょっとしたら久しぶりに波乱の展開のモナコグランプリになるかもしれません。期待して楽しみましょう。Who's your favorite in Formula One? Nico Rosberg, Lewis, or which guy? I like everybody. I don't want to pick a favorite, but there's so many amazing, talented drivers. I think it's really great that everyone's here today playing with everyone's favorite sports. So it's a really cool collaboration to do together. Albert, thank you very much. Okay, Tom.